学あるある N 君バーチャル編でございます。はい、前回の宝島あるあるに引き続きアンコールの定番、結構やったことある人も多いであろう L 君バーチャルあるあるを発表していきたいと思います。僕が曲だからね、結構面白いあるあるがありましたね。まあでもみんな言ってることを基本一緒かな。意見が多かったものを中心に発表していきたいと思います。で、この時の募集の動画でも言ったんだけど、やったことないわからない人に関しては書かなくて大丈夫です。集計がちょっと大変になってしまうので、そこら辺のご協力よろしくお願いいたします。では早速いきたいと思います。吹奏楽あるあるエルクンバンチェロ編でございます。レッツクンバンチェロ。野球応援のイメージ、野球応援行ったら必ずやりますよね。てかラインナップにありますよね。だからこのなんだろう、吹奏楽詳しくない野球部とか野球好きな人でもエルクンバンチェロを聴いたら、あ、この曲ねっていう人は多いと思うんですよ。野球関連の人は意外と詳しいかもしれないですね、この曲に関して。ただ冒頭にあんな叫び声があるとは思わないだろうな。もしかしたら宝島以上に壊れてるかもしれないね。壊れてるって失礼だな。でもそれだけ早いしさ、ノリノリだからさ、指揮も腕疲れるんじゃない。振るくらいならもうノリノリで適当にやっちゃえみたいな。適当ではないか。とにかく先生も楽しそうでよかったです。まあ大抵男子やらされますよね。担当っていうかやらされるよね。まあ俺はやったことないっていうか、吹奏楽男子でパーカッションだからさ、一番言われやすい立ち位置なんだけど、別の男子の先輩が1回目に叫んで、2回目の叫びはチューバの女子の先輩が叫んだっていうこともありましたよ。男子がやらない時は全員で叫ぶっていう意見もありましたね。これすげーわかるね。確かにテンションも上がってっていうのも一つ原因かもしれないけれども、それ以上にテンポが上がる原因があるわけですよ。それがこれ、連符地獄。まあかわいそう、この曲何割が連符よって感じだよね。この速さでこの連符やらせるみたいな、でも楽しいみたいな、なんだろう、どの楽器とかに限らずみんないろいろ地獄だよねこの曲って。指揮者同様、宝島以上に自由かもしれないですね。こういう曲に関して指揮者と打楽器ってなんか同じパッションっていうか通じる何かがあるんじゃないですかね。でもね、打楽器の冒頭のボンゴコンガがめちゃくちゃ大事なわけですよ。それやったらもう自由、女子十二楽坊じゃないよ。まあ結構やるでしょうね、この曲でベルアップは。ホルンも結構美味しいから、ここでしっかり目立っておかないと。ホルンがこうやって輝いている中、頑張っている楽器もいます。それこそいっちゃん最初のチュルチュ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 ルですよね。あれ静かなところから入って全員でバーンっていくからさ、ここしかも連符だしさ、ミスったら辛いよね。変な緊張感と楽しさと苦労と愛しさと切なさと心強さが混ざってますね。3つ関係ないけど、最後の低音がかっこいい。バラ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 ドドンジャーだよね。俺学生時代にさ、その低音の部分めっちゃ遅くして最後にフォルテッテしてもバヘーいった記憶あるな。たった数小節なのにさ、低音がすげー輝いてるよね、あそこ。めちゃめちゃ美味しい。二拍子が嫌いになる。僕もこの曲で二拍子が嫌いになりました。以上、エルクンバンチェロあるあるでございました。やっぱりね、結論楽しいけれども地獄がたくさん待っているといった感じでしょうか。こういう曲ってさ、なんかテンポ上がってもぶっちゃけ良さそうな感じがするじゃないですか。なんか楽しんだもん勝ちみたいな。だけどエルクンバンチェロに関しては早くなったら指が死ぬんだよね。テンションと連符のこのバランスを考えないとっていうかさ、まあ、やったことない人はね、ぜひ一度やっていただきたいですね。ということで本日はエルクンバンチェロあるあるをご紹介してまいりました。本日もご視聴ありがとうございました。では最後に私の渾身のエルクンバンチェロを叫びたいと思います。